横浜市港北区で3月11日地域の町工場を見学するイベント、港北オープンファクトリーが開催されました。これは市内最多の工場がある港北区の特性を生かし、ものづくりの現場が暮らしと身近なところにあることを知ってもらおうと行われているイベントです。新型コロナウイルスの影響を受け、4年ぶりの工場見学が再開された今回のオープンファクトリーには12の企業が参加しました。参加企業の第一絞り製作所では、ヘラ棒を使って金属素材を変形させるヘラ絞り加工の体験会が行われました。うちの会社のことを知っていただきたいっていう思いがあったんですね。こういった仕事もあるんだよというところで、少しでも選択肢になればという思いもありました。すごくいい雰囲気で、大人の皆さんも子どもの皆さんも楽しい笑顔を振りまいていただいたなと思います。体験会の参加者は、普段は入ることができない工場で間近で見る職人技に驚いていました。ヘラ絞りの力加減が最初と最後で違うところが難しかったです。子どもがいろんな職業を選んでいく中で、こういった仕事をしている人たちがいるんだなってことが分かって、とても良かったと思います。